こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第93回、本日取り上げるゲームはこちら。13騎兵防衛圏。なお、本作は発売からまだ日が浅いため、作品の性質を考慮して、今回の動画では、前編後編にわたって、ストーリー上のネタバレには触れないことにしました。大変恐れ入りますが、まだプレイされていない方のために、コメントの際は、何卒ご配慮のほどよろしくお願いいたします。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。5つの時代をまたいで、騎兵と呼ばれる巨大ロボットに登場し、街に押し寄せる怪獣を阻むための防衛戦に挑み続ける、13人の少年少女を描いた、SF 群像劇。ゲームシステムは、3つのパートに分けられています。1つはアドベンチャーパートの追走編。このパートでは、13人の主人公から1人を選び、人と会話を重ねたりしながら、各キャラクターのストーリーを進行させ、それぞれが抱える物語上の謎を解き明かしていきます。誰かと会話をすると、主人公たちの頭の中に、様々なワードが思い浮かぶようになり、そのワードを話し相手に投げかけたりすることで、投げかけた言葉に対して、相手が新しい反応を示すなどして、次第に物語が展開していくというシステムです。もう一つは、シミュレーションバトルの崩壊編。迫り来る怪獣から、街の防衛拠点を守る、リアルタイムストラテジーで展開する、いわゆるタワーディフェンスバトルです。ご参考までにイメージで言うと、FF6 のティナオロックとモーグリが守るイベントや、FF7 のコンドル4とのミニゲームのような感じです。画面を見ると、一見情報量が多そうに見えますが、やることは割合シンプルで、チュートリアルもとても丁寧でわかりやすいです。それから3つ目は、本作の重厚なストーリーを読み解く救命編。サウンドノベルで言うところの、いわばテップスの進化型とも言うべきシステムで、ゲームの進行に応じて開示されていく、ストーリーの各情報を読みながら、この世界で起きている謎を考察するパートです。このパートは、プレイヤーの考察をサポートするような意味合いのものですので、ファイルを読むかどうかは、もちろんプレイヤー次第です。ほろ苦いノスタルジーを感じさせる、夕焼けが印象的に描かれた各ロケーションのもと、互いに手を取り合い、時に何かを手放しながら、13人の少年少女の運命が、時空を超えて交錯する、ジュブナイル群像劇、SF 本格アドベンチャーです。発売当時に公開された、ウェブ CM はこちら。好評発売中。それでは続きまして、ゆっくりの13騎兵防衛圏1分間物語序盤のあらすじ解説。隕石のように飛来した未確認物体が突如として街を襲来。緊急事態宣言が発出され、住民たちは避難を始めました。本当に始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。物語の最初の舞台は1985年の桜高校。主人公の一人、冬坂伊織は毎晩おかしな夢を見て、何度も夜中に目が覚めるため、いつも寝不足で学校では机に突っ伏してばかり。しかし毎晩おかしな夢を見ているのは冬坂だけではないようです。クラスメイトで怪獣映画マニアの倉部十郎もその一人でした。比べの友人の網口曰く、それは見るたびに内容が違うけれど、時系列がばらけているだけで、繋がっているような夢。ずっと前から、決まっていたことなんだ。ゲームやわは、皆さんから寄せられたリクエストの傾向をもとに、取り上げるゲームを決めています。取り上げてほしいゲームを、ぜひ Twitter や動画コメントでお寄せください。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。
チャプター1、13騎兵防衛剣入門。アドベンチャーパート編。カービィやスマブラで知られる桜井正宏さんは、13騎兵防衛剣について、次のようなニュアンスのことを話していました。複数の時代の中に、13人の主人公がいて、最初は混乱し、状況の把握が大変だったが、プレイし続けると自然と理解が深まっていく。確かに、主人公が13人もいて、物語が複数の時代をまたぐというのは、人によっては、複雑そうに感じるかもしれません。しかし本作は、これだけ情報量が多いにもかかわらず、序盤を終えた段階で、ざっくりとした物語の大枠を、プレイヤーは掴むことができるようになると思います。まず、その理由の一つとして挙げられるのが、本作のアドベンチャーパートにおける、クラウドシンクという特徴的なシステムです。本作は、従来の伝統的なアドベンチャーゲームのような、話しかける、調べる、見る、匂いを嗅ぐなどの、固定のコマンドを選ぶ方式ではなく、各ロケーションを操作で移動しながら、その都度、様々な行動のコマンドが、テキストで表示されるという仕組みでした。もちろん、調べるや取るといった具合に、古典的なコマンドも設けられていますが、それはあくまでも、その時々の必要に応じて変化するものです。これは、本作ディレクターの方のお話によると、画面上にコマンドウィンドウのような、ユーザーインターフェースを表示せずに、なるべく、本作の世界の様子を描いたビジュアルを、そのまま画面に映したいというコンセプトがあったからだそうです。先述したように、本作の各ロケーションは、夕暮れ時の景色がとても印象的に描かれていて、物語の展開も相まって、失われそうになっているものに対する、ある種の悲壮感が漂う、滅びの美学とも言うべき、感傷的なムードが作り出されています。そして、各登場人物たちは、そんな黄昏時の景色を眺めながら、一人もの思いにふけったり、過去に思いを巡らせたりしていました。本作の次第に切なさが込み上がってくるような、ビジュアルコンセプト自体も、いわば一つのメッセージであり、この物語における世界の危うさを、暗に指し示していると言えるのかもしれません。そのプレイヤーの心が鈍く痛むような雰囲気作りは、オーガシリーズなど、松野康美さんの作品でも知られる、崎本ひとしさんの音楽にも明確に現れていると思います。だからこそ、そういったノスタルジックな情景の中に、無機質なコマンドウィンドウを表示させてしまっては、せっかくの雰囲気が損なわれてしまうと、作り手の方々は考えたのかもしれません。そして、この世界が置かれている状況を、暗に指し示すムードが根底にある中で、クラウドシンクというシステムは、プレイヤーのストーリーに対する、理解を深める要素の一つになっていました。このクラウドシンクは、様々な会話や、目にしたものの中から生じた、主人公の連想や疑問、あるいは何か思い出したことなどが、まるで、手に取ることのできない雲のように、頭の中で、ワードとしてふと思い浮かぶことを表現したものです。その各ワードに対して、主人公があれこれと思考を巡らせることから、クラウドシンクと命名されたようです。そして、操作に応じて、プレイヤーは、その思考を心の声として、聞くことができるという仕組みでした。本作のように、複数の時代をまたぎ、登場人物も多く、情報量も膨大な中で、もし、各登場人物同士の会話だけで、物語が進行していた場合、プレイヤーは理解が追いつかず、置いてきぼりにされてしまっていたかもしれません。例えば、一番最初のアドベンチャーパート、比べ十郎編で、友達との会話の中に、網口という人物の名前が出てきます。ここで、彼の名前が会話の中だけで示された場合、プレイヤーの記憶には残りにくいと思います。しかし、クラウドシンクによって、お金持ちで文武両道の人気者という特徴が示されることで、後に網口くんが登場した時に、すぐに彼のことを思い出せるようになっています。まさに、プレイヤーの頭の中にも、クラウドシンク的な現象が起きるシステムです。このシステムは、会話の最中にふと思いついたことを、相手に尋ねるといった具合に、私たちが実際の生活の中で、何気なく行っていることを、ゲームに落とし込んだようなシステムです。プレイヤー目線で考えれば、会話を聞いて、網口くんって誰だろうというような、遊び手の中に浮かぶ疑問を、テレビゲームの特質である、双方向性で問いかけることにより、即座にリアクションが返ってくるという仕組みでもありました。それから、太平洋戦争末期の、1944年を舞台とした、肘山高俊編の冒頭で、同時キリコとされる人物と会話をする場面があります。
この人物は、自分が騎兵を作ったという話をしていました。ここでプレイヤーの頭の中には、ハテナマークが点灯することになるかもしれません。しかし、そのまま次の会話に進むのではなく、一旦クラウドシンクで立ち止まるいとまが与えられ、騎兵というものに、改めて考えを巡らせる機会が訪れます。クラウドシンクで問いかけてみると、この人物が、肘山の頭の中に、騎兵との連結阻止を組み込んだという話が出てきます。思い起こされる、ゲーム冒頭の、冬境織が騎兵に乗って戦うシミュレーションバトル。この場面、ゴートレンヤという指揮官のような口ぶりの人物は、騎兵が動いて驚く冬坂に対し、次のような説明をしていました。脳内のナノマシンによるリンクシステムだ。騎兵からの情報も直接脳へ送られる。つまりゴートは、騎兵が動くメカニズムを、冬坂に説明していたわけですが、こうしてクラウドシンクによる会話と、プレイヤー自身の過去の記憶がリンクすることで、キリコとされる人物が話していることは、あながち、口頭無形というわけではなさそうだということが、おぼろげに理解できるようになります。そして、騎兵という存在の本質に、また一歩近づくことになりました。本作のストーリーは、13人の主人公のエピソードの中に、たくさんのパズルピースが散りばめられていて、それを一つのジグソーパズルとして組み立てていくような感覚です。映画好きの倉部十郎が話していた、怪獣映画シリーズダイモス。はじめは、単なるゴジラシリーズのオマージュと思っていたところに、後にシミュレーションバトルの中で、突如として、ダイモスのワードが耳に飛び込んできます。そして、それが本作オープニングのナレーションにおける、不思議なセリフに結びつき、壮大な物語のパズルが、またこれで一歩完成に近づきました。それから、映画のオマージュといえば、南夏の編における、上の二つの場面も、プレイヤーの頭の中で、記憶がリンクする場面の一つでした。それは言うなれば、一見全く関わりがなさそうな、二つの小さなパズルピースが、思いがけず結びつき、それぞれの情報が保管される瞬間でもありました。こうして、ゲームを進めるにつれ、プレイヤーの中に様々な気づきが生じることになります。それは、驚きを生む意外性に富んだ仕掛けや、キャラクターの隠された本心があらわになる瞬間でもあり、それがプレイヤーを物語に引き寄せる求心力になっていました。こうして、プレイヤー自身のクラウドシンクによって、自然と記憶が呼び起こされる仕掛けを散りばめながら、一つずつ物語のパズルピースが埋まり、暗闇の中で次第に目が慣れていくようにして、一歩ずつ確実に、物語の核心が見えてくるようになります。さらに、プレイヤーの物語に対する理解を補強しているのが、戦術した救命編でした。これは、巧みな物語構造の中においても、プレイヤーが膨大な情報を整理しきれなくなることを懸念した、開発スタッフの方の提案によって作られたパートです。その方は、謎を見直して検証できる、まとめモードが絶対必要だと、本作ディレクターの上谷ジョージさんに提案したそうです。ただ上谷さんは、複雑なストーリーをまとめ上げるのに手一杯だったため、よくわからんけど任せるということで、この救命編が作られることになりました。ここまでお話ししたように、クラウドシンクや、ストーリー上の仕掛けの中にも、プレイヤーの記憶が、自然とリンクする仕掛けが多様に設けられていましたが、さらに、プレイヤー目線に立った上での的確な提案でした。この救命編のミステリーファイルや、イベントアーカイブは、まさに、今どれくらい物語のピースが埋まっているかを、プレイヤーが自分で確認できる仕様でもあります。また、このシステムが巧みな点は、謎の判明に結びつく、ミステリーファイルの解放に、シミュレーションバトルなどで得られる、ミステリーポイントの消費を条件としていることにあると思います。これによって、謎を解明したい探求心とともに、開かずの扉に、早く手をかけたいという欲求も同時に刺激され、さらに、ゲームを進める意欲の高まりに結びつく可能性があるからです。ディレクターの上谷さんのお話によると、本作は、開発から発売までかなりの時間を要し、販売元のアトラスにも多大な迷惑をかけたと語り、ずっと待ってくれていたファンも、きっと呆れていただろうと思っていたそうです。しかし、その苦労や困難な道のりは、プレイヤーからの作品に対する、熱量のこもった反響という形で報われたのだと思います。黄昏時の夕日の下に浮かぶ穏やかな街並みを、13人の少年少女たちは、果たして守ることができるのか。その運命は、すでに定められたものなのか。それとも、まだ抗う余地は残されているのか。
前編の考察は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編では、本作が影響を受けているゲーム作品、シミュレーションバトルの解説と、ネタバレのない範囲で、ストーリーの考察をする予定です。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。